はい、皆さんこんにちは。 YouTube 生命判断のスガッティでございます。今日もよろしくお願いいたします。はい、今日のテーマはですね、スガッティ門下生の将軍さんから寄せられましたリクエストにお答えして、帝王数33画を特集してみたいかと思いますので、最後までお付き合いください。はい、まずは将軍さんからのリクエスト文を皆さんと一緒に読み返してみたいかと思います。こちらでございますね。大きくしようかな。よいしょ。はい、こんな感じです。今回は漢字の勉強にもなる動画をありがとうございました。この事件の宮本浩志容疑者は総画33で、その他も悪い画数がないようでした。そこで今までずっと疑問だった33画の特集みたいなのをリクエストしたいです。場所によってはありとか、他も良ければありとか、積極的に名付けしない方がいいのかとかです。ネットの自動計算のせいか33画が安易に使用されている気がしますが、成功者も多い反面、事件事故で亡くなる方も多い気がして、怖い画数のイメージもあります。ゆっくりでいいのでお願いいたしますとのことで、はい、かしこまりました。いつもリクエストありがとうございます。そしてとても的確なね、着眼点で、はい、いつもリクエストをいただいてありがとうございます。このリクエスト文にもありますですね、この事件の宮本浩志容疑者というのはですね、まあ、皆さんもニュースとか新聞を見てらっしゃったらわかるかと思うんですけれども、こちらの事件ですよね。防犯カメラの映像データ持ち去ったかっていうことなんですけれども、大阪のカラオケパブで25歳のオーナーを殺害した疑いで、逮捕されております、この宮本浩志容疑者ですよね。将軍さんはね、このニュースに出る前からこの宮本容疑者の名前をね、もう調べ上げて、情報の速さもすごいし、それをまたほら、画数もいち早く検証して、そして分析されてるね、この速さ、凄まじいなと思いましたね。もうスガッティなんかよりも、もうその検証力とか分析力とか、上回ってるような気がしてならないんですけれども、はい、これからも一緒にいろいろ検証させてください。よろしくお願いいたします。あとはですね、まあ、時を同じくしてというか、今年の5月頃のニュースで、袖ヶ浦のですね、19歳の女性が殺害されて、そしてね、近所の竹やぶに遺棄されたというようなね、事件がありましたが、今週、そのね、事件に急展開がありまして、こちらですね、はい、千葉19歳女性殺害事件で、逮捕の男が逮捕したことを認めるということなんですけれども、この逮捕された夏美翔太容疑者、この人もですね、ちょっと、どっかに載ってるかな、名前が。あ、載ってますね。ここ。夏見翔太容疑者。この人もですね、画数調べましたら、33画だったんですよ。この大阪の事件の、この男と同じ33画ですよね。まあ、将軍さんがご指摘するように、確かに33画男性による犯行がね、たまたまかもしれないですけれども、なんとなく多く目立つのは、どうも気のせいじゃないような気がしてならないんですよね。これ以上33画男性が何かしでかしたら、ちょっとスガッティもね、大吉とは言わず、もう大凶に格下げしようかなと思ってるぐらい、ちょっと33画がここへ来てやらかしている気がしないでもありませんが、まずはですね、じゃあこの宮本容疑者と夏美容疑者ですか、この二人のですね、数列を検証してみましょうか。まずは宮本浩志容疑者です。はい、宮本浩志で、総画33画ですね。でこの浩の字は実際に書くと11画もないんですが、姓名判断というのは旧字体でカウントするというのがね、伝統的な鉄則ですから、それ間違えるとね、全然意味ないことになっちゃいますんでね、皆さん気をつけてください。今インターネットの無料姓名判断なんかね、ああいうサイト簡単に作れる時代になりましたでしょ。そうするとね、こういうのをきちんとプログラミングしてくれてないんですよ。でそれが正しいみたいなことをね、言っちゃってるんで、ちょっと皆さん間違わないように気をつけてくださいね。はい、別にそういう人たちと戦うつもりはないんだけれども、論争する気もないんだけれども、はい、これはね、もうずっと守られてるね、伝統というか鉄則ですんでね。はい、宮本浩志容疑者、そして将軍さんがご指摘するようにですね、本当、吉数揃いで、全くね、こう非の打ちどころというか特にないですよね。みんな、いい吉数が揃ってるんじゃないかなと思います。まあ、この事件に関しては本人がね、まだ認めてないというか、否認しておりますんで、自分はやってないと言っているんで、ちょっとね、ここでスガッティがね、宮本容疑者が、まあ犯人だみたいな言い方をしちゃうと、ちょっとよろしくないと思ってるんですね。だからあくまでも、まあね、
状況証拠で今逮捕されてるっていうまでですから、まあ本人もまだ認めてないってことなんでね、犯人かどうかはわからないんだけれども、まあ、この数字を見る限りではね、別にそこまで悪い部分は見つからないというか、ただやっぱりね、この戦う選手の18角と、17角、これが喧嘩数ですから、まあ、ちょっとね、攻撃的になりやすいっていうのは否めないかとは思うんですけれども、あとこれお酒のトラブルですからね、まあ、カラオケパブで、まあ、お酒は多分今というか事件当時は大阪はどうなんだろう、禁止されてたんじゃないですか、お酒のね提供は。だけれどもまあどうなんでしょうね、こうお酒ももしかしたら入ってたんでしょう。それでまあね、お酒のトラブル、異性トラブル、そして喧嘩の戦う選手で、ちょっとこれ、攻撃的な数字ですんでね、それらが合わさったんじゃないかとも思える数列ではありますけれども、それはね、まあこじつけといったらこじつけですよね。はい、まあ33角は大吉数ではあります。そして夏見翔太ですか、はい、この容疑者は犯行を認めているということですよね。確かに双角が33角です、まあ、この人は書いた字のまんまの画数ですけれどもね。やっぱりこの精神異常をきたすこの19角と、あとこれもね、精神病の14角、ちょっとあの心のトラブルをねいかにも抱えてしまいそうな数列ですね。だからこういう14、19、17みたいな組み合わせがある人はやっぱり、あ、ちょっとおてんばなんて書いてあるけど、これは、ね、男の子の場合はやんちゃ数ですよね。でまあこれが影響しているかどうかはちょっと微妙なところですけれども、ちょっとね、14、19と17の組み合わせでね、精神疾患を患いやすい数列になりますんで、ちょっとこれ、あの、影響させてみましたけれどもね。はい。そして16はさっきの、この男は、なんだっけ、宮本容疑者と同じ、まあ、お酒のトラブル、異性トラブルですよね。だから、まあ、この、殺されてしまった19歳の女性と、まあね、どういった関係だったかは知らないですけども、まあ、女性トラブルを起こして、で、こういうことになってしまいやすいんですね。それでこう感情をこの人14は、セーブできない数字なので、行動に出ちゃうんですよね、14っていうのはね。だからまあ喧嘩したのか振られてカッとなったのか何があったのか知らないですけども、このようにちょっともともと精神疾患というか異常がちょっと起こしやすい数列の中で、まあ喧嘩のような言い争いのようなことがあったり、あるいはプライド傷つけられるようなことがあったりなんかしますと、この感情、カッとなった感情とかね、そういうのを抑えられず、そして行動に移してしまいやすいです。で、将軍さんもね、場所によってはありとか、まあ他の位置に数字が良ければいいとかなしとか、積極的に33角をね名付けない方がいいとかいう、その辺も知りたいですということなんですけれども、まあ33角は結論から言うと、女性にはあらゆる場面、ここでもここでもここでもやっぱり配置させるべきでは絶対ないですよね。女性はもう絶対なしです。で、男性の場合は、まあ、ここならいいかここならダメかっていうのは特に私はないと思ってるんですね。ただやっぱりね、帝王の数字ですから、あの33角とかね、あと殿様数21角とかね、あとおじさんおばさん数の23角とか、女王様数29角とか、その辺の数字っていうのは非常にプライドが高いですから、そのプライド傷つけられることに対してちょっとね、まあ反発、相当反発しちゃうんですね。だからまあこの33角の人っていうのはやっぱりそのプライドっていうのがね、一つの、まあ、ポイントなのかなと思ったりしております。とはいえやっぱりね、33角は大吉数ですから、普通はねこんなこと起こさないんですよ。やっぱりあの頂点を極める数字ですから、一般的にはね大吉数でいいんだと思うんです。ただまあ結局はね、私は育つ環境が肝心なんだと思ってるんです。まあスガッティは日頃からね、画数は大事だよと言っておきながらですね、結局は育つ環境かよっていう結論ではね、まあ、元も子もないんですが、しょうがないですね。画数のせいにせず、これを環境のせいにしちゃうと、またね、画数を軽視しているようにも思われてしまって、スガッティ門下生が減ってしまいそうな気がするんですけれども、まあ、しょうがないですよね。画数が全てじゃないですから。で、そもそも、この夏見翔太とか、宮本浩ですか、これが出生名かどうかも、ちょっとわからないんですよね。はっきり言って、今、日本国内は、3組に1組が離婚している世の中ですから、まあ、もしかしたらね、この2人の、親御さんは離婚して、で母方の名字にどっかで変わってる可能性もなきにしもあらずということもありますよね。それが可能性の一つ、まあ一番は環境が一番で、画数の可能性があるとしたら、まあ出生名が違うかもしれないっていうのもありますよね。そしてもう一つ可能性があるとしたら、やっぱり家族っていうのは運命共同体ですから、やっぱりご両親とか兄弟姉妹が大凶だったりなんかすると、やっぱり大凶ファミリーになっちゃうんですよね。大凶エネルギーをシェアしちゃいますんで、そうするとこういう強い数字がね、全部この吸い取っちゃうんですよ。悪い運気まで吸い取っちゃいますんでね。だからその辺がまた原因の2つ目かななんて思ったりしますよね。あともう一つ
強いて言えば、まあ私はこれ命名の時しか口にはしないんですけれども、まあ強いて言えばですけれども、響きの相性ですよね。夏美という名字に対する翔太という響き、これ代表だったりしますよね。宮本さんはどうなんだ？宮本浩司、あ、まあこれも今日ですよね。代表じゃないけど今日。だからこのように相性が悪いと、これ、響きの相性っていうのはタイヤですから、スピンアウトしちゃうんですよね。で、スピンアウトするのも普通のエンジンだったらいいんだけれども、このようにスポーツカーみたいな33角のね、パワフルエンジンを背負ってパンクタイヤを履いてるわけでしょ、この二人は。そうすると、やっぱりスピンアウトした時のダメージが大きくなっちゃうってことですよね。やっぱり画数はエンジンと同じなんだっていうことをね、忘れちゃいけないんだと思うんです。いい画数を名付けるということは、良いエンジンのスーパーカー、スポーツカーを手に入れたようなものなんですね。もう300キロぐらい出ちゃうんですよ、このエンジンは。でも、だからこそですね、メンテナンスが必要だし、上手に乗りこなす運転技術も大事だし、あとは、そうやってね、一番これ危険だなと思ってるのは、おごり高ぶる気持ちですよね。はい。まあ、メンテナンスが大事って言いましたけども、メンテナンスっていうのは、いわゆる、その、親御さんからのしつけとかね、素直に育つ環境を整えてもらうこと、あとは学校での教育とかね、良い教師や先生、恩師に恵まれることが大事だったりします。逆に、いじめにあったりなんかすると、このプライドがすごく高いですから、もう作用反作用でものすごい大爆発しちゃったりするんですよね。で、上手に乗りこなす技術っていうのはどういうことかっていうと、これはね、運転技術はもう実力そのものですから、例えば努力とか学力に比例しますよね。そして、おごりっていう気持ちは、良い画数名付けてもらったから安心とかね、うちはもう、大吉数だからもう大丈夫とかっていう楽観して、放任的に育ててしまうことです。これをおごりと言います。大吉数を名付けたから安心じゃなくて、大吉数を名付けたからこそ、繊細なメンテナンスが肝心だし、上手に乗りこなすためのね、しつけ、教育、努力、学力が必要だということ。そして、あ、俺はもう大吉なんだ、だから大丈夫なんだ、じゃなくて、このエンジンは脱線すると大クラッシュしちゃうんだっていうことを、きちんと理解した上でね、生きていかないといけないってことですよね。だから目標を見失うと、このような大事故を起こしてしまったりするわけなんですね。もう300キロ出るエンジンだからこそ安全運転を心がけないと、自分のね、実力を過信すると大クラッシュをしてしまうということだと思っています。はい、今日は以上でございます。なんか将軍さんのリクエストというか疑問に解決できるような、その回答がね、できていないような気がするんですが、ごめんなさいね、すいません。ただ、画数が全てじゃないんで、はい、それはね、前提にしていただけたらいいかなと思っております。はい、最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。